サブトルとピリオドも表記するは、クラフトワーク、ノイ。ラ・デュッセルドルフのクラウス・ディンガー率いる、ラ・デュッセルドルフ、ジャパンドーフプロジェクトのメンバーである、日本人、岡本里氏と小野内和幸の二名により2003年に結成され、2008年より岡本のソロとなったサウンドプロジェクトである。2003年、ノイ。クラフトワークのクラウス・ディンガーによるプロジェクトの下、 ドイツ・デュッセルドルフにて岡本と小野内が出会い、サブトル名義で活動を開始。舞踏、現代美術等、様々な分野で各国アーティストへの楽曲提供やコラボレーション、欧州各地にてインプロビゼーション主体のライブパフォーマンスを行い、ドイツ、ベルギー、スペイン、フランス等、欧州各国メディアにて取り上げられる。2008年、ベルリンのレーベル、 音波よりサブトる名義にてプレマリーを全世界リリース。アルバム収録曲は東京、名古屋、札幌のカレッジチャートにおいてチャート1位を獲得。クラウスリンガーの急性に伴いリリース後岡本のソロとなる。ドイツ国営放送 ZDF にて放映されたレオック・パーシバル監督によるドキュメンタリーフィルム及び t v シリーズドゥッセルドーフ。 モナムールシリーズ前編のサウンドトラックを手掛けた後、ドイチャスシアターやゾルツバーガーフェスチャピラ等にて舞台音楽を担当。2011年に音楽を手掛けた舞台、ダイフィアヒマルスライトーンは、ゾルツバーガーフェスチャピラ、ドイチュシアターベルリン、シアタードゥスバークなどでロングラン上演。2013年のドイツ総選挙に伴い、与党セディのドキュメントに楽曲提供を行う。 2013年3月、A、グロンランドより、クラウス・ディンガー・ジャパン・ドーフ名義にて、アルバム、ジャパン・ドーフがリリースされる。同年9月、マウス・オン・マーズのアンディ・トーマのプロデュースにより、セカンドアルバム、リームを、全世界リリース。2020年、タンジェリン・ドリームのトルステン・コベシュニングと共に、トルステン・コベシュニング・ウィズ、サトシ・オカモト名義で配信コンサートを行う。 ありがとうございます。